さあタコ曽根戦、イカといえばタコ、2になってどんな変化になってるかな。タコの人気も結構あるからね。お、ここは見たことのあるステージ、タコゾネス。豆電池ナマズ幽閉されている。8個集めて電池ナマズ1個分。光の柱を頼りに豆電池をゲットしていこう。でもいくらゲットしたいな。えい、直接ぶつかったね、ボムが。あー落ちた。ちょっとそんなところに裏取り早えな、あいつ。余裕余裕。ヒーローモードって多分補正あるよね、その狙うの。あれ登れ、あ、ここから登れる。お、イカリング。あと7個。あ、これ取りづらい取るのめんどくさい。でもしっかり集めてく。こういう地味な集め作業が楽しいんだよな。インクに隠れてるやつがいるよ。インク不足。あ、そう、ボムでやれなかったか。あれ、ボム当たってる。やった、2つの意味で。次はどこに現れる。ボムでやるのは効率が悪いか。とりあえずとっとと破壊したら触んないといけないからね。どう回ってこうかな。仮の柱、あ、逃走経路も作りつつ。ん、どこ行った。いた、やったか。この上も行けるね。ピンクだね。お、銃撃音がそこにいますね。こいつ結構しっかりボムを撃ってくるな。射程が足りない。うーん、死なばもろともめんどくさいから進んじゃった。あと4つ。モニョ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 。ここ普通に縄張りバトルの時にジャンプして飛んでるな俺。おっと、もうそこにいたか。上から狙う。おっと、しっかり狙ってくるのあいつ。ならばこちらもボムを。よし、あと3つ。隅々まで探してイクラを探していく。お、これはスペシャル武器かな。違った、イクラだった。でも嬉しい。そして、なんて言ったっけ、スプリンクラー。あれ、破壊、あ、できた。ういや、インクをしっかり取って。あいつの方が連射速度といい。おりゃ、あー、危ねー、無理しちゃった。ボムピッチャー、やった、投げまくれるぞ。どこで投げまくろう。うおー、こっちにも投げちゃえ。ふう、アーマー取っとくか。元気よし。結構広いな。あっちのも回収しよう。さっき取りそびれたやつ、
ミステリーファイルか。いいや、このこまごまとしたの全部取らなくてもいいか。順路で歩いてるわけじゃないから、どこを通ったかそうでないかをついつい忘れちゃうな。まあ、塗ってないところを見れば。いやー、うん、やばい。どこに来た？あ、上にこっち来たか。隠れた。潜伏しようって。まずい、ゴムが来た。あー、そう、武器のもうちょっといくらを集めて武器ちょっと強化しないとだね。確実にこれ武器で不利になってる節もあるぞ。普通のシューターで結構押しまくってるから、ボムで行った方がいいな、現時点だったら。また来た。あー、下がれない。あー、来んなよ、ボムの餌食になってくれ。えい、あれ、ボムがどうなった今。あー、当たらねえし、まずいよ。あー、これはひどい。あと2回死ねる。もうタコゾネス無視してある程度進んじゃうのもありかな。その方が効率いいかな、いちいち全部やらないって。あー、落ちた。黙つ、あと2個。これなんかいいやつだろ。いくら、ポン。あー、前に出る。おえー、当たらなかった。若め頭の黒いやつは敵を今教えないで、だいぶ前に教えて。絶対1匹じゃないぞ。あー、そこがリスポーンなのね。そりゃすぐ来るわ。もうちょっと。あー、でもあれゲットすると終わっちゃいそうな気がするから。お、ボムラッシュ。どうしよう、もう行っちゃおうかな。もういくら、いくらたっぷりとかない？取った時点で終わりになるのかな、ステージ。お、そうだね。ふう、襲来タコゾネス。意外と大変だった。シューターがしょぼい。かえってローラーでビッシャンした方が楽だったかな。